僕は一言言ったんです。じゃあ一番最初に僕に敷居をつけろって言ったんです。僕は子供は産めないんだ、子供は産めないってことは危険みたいなもんですよ、そういう言い方をしたらね。だって男と女と同じことするって言うんで、一番難しいのが男が子供を産むってことですよ。ここにいる人もね、お母さん以外から生まれた人っていないと思うんですよ。だからお母さんが子供がなかったらこの世の中存在しないんですよ。まあ、さらにその発達障害なんか入れればね、おっぱいが僕らに小さいとダメなんですよ。これ男におっぱいの痕跡がありますよ。これなんでかって言ったら、男がおっぱいやっちゃいけないからなんですよ。退化したわけですね、進化の過程で。それは当たり前のことでですね、そうして生物ができてる。だからその女の人はね、有名な投資ですよ、テレビに出てるから。その後一言も言わなかったんですよ。だって自分も間違ってんだ、自分の都合だけで言ってるんですよ。そんなことじゃないわけですね。私たちが大切なのは私たち自身じゃないですよ。大切なのは子供ですからね。声の小さい人、子供が一番声が小さいわけですよ。まだ喋れないんですからね、声がないって言ってもいいわけですよ。じゃあ声が小さい人をのことを思うのは、声が大きい人が思わなきゃいけないんです。それはね、日本文化ではちゃんとやってたんですよ。それが日本文明と西洋文明とか中国文明と大きく違うんですね。彼らは声が大きい方が勝ちなんです。力が強い、知恵がある、金があるというのが強いというのが、ヨーロッパ、特にヨーロッパ文明ですね。だからヨーロッパ文明はディベートなんて言ってですね、言い負かした方が勝ちと。そうじゃないんだと。問題なのは人間らしい心を持ってですね、力の弱い人、声の小さい人をいかにして同じ人間としてやっていくかっていうことが日本文明の一番のことなんですね。これは日本文明の一番のことっていうかですね、もちろん生物も、あまり頭の良くないって言ったら失礼なんですけど、そういう動物はそれよくあったんですね。例えば鮭ですよ。海に泳いでる鮭、塩鮭の鮭ですね。あれはなんていうかな、繁殖の時期になりますと川を登って川上に行くわけですよ。でまあお見合いするわけですね。鮭の場合は夫婦非常に重要なんで、ちょっとお見合いがややこしいんですけど、まあ一応慎重にお見合いをして、そして、ペアができます。で女性、メスの方が川底をきれいにします。これはメスがきれいにしなきゃいけないんです。でこれもね、別にメスとオスの平等性とかそういうの違うんですよ。そういうそれぞれやらなきゃならないことがあるんですね。そのためにオスとメスが分かれて、そして幸福な人生を送れるようになったわけですから、そんなのはオスとメスのその平等性とかそういうの全然関係ないんです。まあそういう意味じゃオスはね、とにかく敵が来たら必ず命を捨てて家族のために戦うのがオスなんですよ。ですから必ず動物の世界はメスよりかオスの方が平均寿命は必ず短いんです。オスの方が寿命が長いっていう生物はいません、動物はいません。全部死ぬのは、オスが先なんじゃなくて、オスとメスがこう共同して、家庭っていうか子供っていうかそれを守っていくっていうのが、まあ、12億年前にできたオスメス両性生殖っていうものなんですね。でまあ鮭の話ですけども、だからその行動一つ一つっていうのは別に損得で決まってるじゃなくて、その種が一番いい状態で決まってるんですね。だからやることも決まってるんですよ。人間のね、食べた後のお皿を女性が洗った方がいいかどうかはまだはっきりしません。多分洗った方がいいと思います。っていうのはその自然に行われてる形っていうのはそれなりの理由があるんですね。それでまあ、メスがきれいにして、そして産卵の準備をします。だからここら辺にオスがいて、で木が熟したらメスがバッと卵子を出しますね。そしたらそれにオスが精子をダッとかけて、でこれ引き下がるんですね。食料が持ち込まれたら一人でも子供を作りたいわけですから、だから平均したメスは死ぬんですよ、ね、これはもう当然なんです。ところが人間のおばあちゃんが生きてんですよ。しかも元気なんですよ。でおかしいことになってもう一生懸命調べたんですよね。もう30年ぐらいやったんじゃないですか、僕の感じ。そして今から15年前に分かったんですよ。
人間の晩さんだけが生きているというのがヒントなんですよ。つまり生物としては生きる価値がないんです。人間はおばあさんが必要なんです。なんで必要なのかっていうのは、一番がね、孫の世話なんです。人間さんね、おばあさんが孫の世話をするのが正常なんですよ。で、やっぱお母さん忙しいからね、今のお母さん暇かもしれないけど、まあ、昔忙しい。だから、おばあさんが世話したんです。じゃあ、おじいさんが世話した時にじゃあ、おじいさんいつも役に立たないんですよ。あのね、おばあさんが孫の世話をしてる時に比べて、おじいさんが孫の世話すると孫の死亡率が3倍になるんです。3倍じゃねえ、頼めないですよ。孫がかわいそうで、じいさん死んでもいいけど孫は不安でしょ。で、88だから、女の人は結婚しててもしなくても子供の人もいなくても全然関係なく、ほぼ少しはあるんですよ。ほぼ同じ年齢で死ぬんですね。中には旦那が早く死んだ方が長生きなんてばあさんもいたりしますからね。だから、まあそう。ところが、ね、男はね、いっぱい調べたんだけど、わからなかった。ついに分からなかったんですよ。50歳以上の男が生きてる意味が。これ異常なんですよ。だって、全動物が女性よりか男性の方が平均よりも低いんだから。だから女性が50歳以上生き残るのは、人間特有の生活、社会スタイルだからなんだから、断然にそれを探したんですよ。なかなかったんです。それで、結局、僕の意見じゃないですよ。50歳以上の男性は、何の意味もなく生きてるっていう。そういうことになりました。しょうがない。僕はそれ何か意味をつけようと思って、意識の社会活動をやってるんですけど、実は平均年齢的に言えばね、男性の平均寿命って81歳、0歳に81歳ですよ。だから僕くらい生きればもう90をしますからね、普通。その81歳というのは単なる平均に過ぎないんです、男性の場合は。女性はほぼ88なんです、平均。だけど男性の81歳はね、妻が生きてたら84です、今。だから妻が生きてる限りは84。で、妻が死んだらどうなるか。すごいんですよ、男性は生きてる意味ないからね。妻がいなくなるとね、日本の今の平均寿命ね、妻を失った男の平均寿命、74ですよ。10年。僕なんかその天井ですよ。僕も80で妻がいます、まだ。なんとか。あれね、今日ね、妻が生きてくれりゃ僕84まで生きる。あと4年生きる。ね、今80だと。妻が今日死んだと。東京帰ったら妻が死んでる。そしたら僕の寿命はその瞬間に74に落ちるんですよ。それでね、大体半年なんです。その妻が死んだ後、あれ後を追ってるとか言うけどね、なんか栄養が酒飲みすぎて嘘全部嘘、もうそういう運命なんて。だから僕は今かろうじて84まで生きれるのは妻が生きてるからなんです。だから妻にお土産の一つぐらい持ってかない感謝してあげる。